こんにちは、パスタマニアです。今日は牛もつのスパゲッティ作ってみました。フィレンツェの街角で美味しいもつバーガーランプレドットってのが売られてるんですけど、そのパスタ版をイメージしてみました。ドキドキでしたけどなかなか美味しかったですよ。ではご視聴よろしくお願いします。はい、今日はねフィレンツェって街に行くとね、イタリアのね、その街中にこういっぱい屋台があるんですよ。ランプレドットっていうハンバーガー、あのもつバーガーなんですよね。これすごい人気で、もつっつっても向こうのもつはもっと肉肉しいもつなんですけど、それをこう街中で安く3ユーロとか、まあ、400、500円で1個ね、超お腹いっぱいになるぐらいのボリュームなんですけど、そいつをパスタみたいにできないかなと思ってちょっとオリジナルで作ってみました。まずあの原材料なんですけど、これね、もつ肉のコンソメスープで煮込んだものですね。でこっちがまああのソースなんですよ。パセリのみじん切り、アンチョビペースト、レモンオイルコンディショナー、オリーブオイル、黒胡椒ね。でちょっと今水だけなんですけど、これあのアクがいっぱい出てますから、これをだんだんこうちょっとすくって捨てる。こう2本ぐらいこうリサーチです。これでこう煮込んでいきます。だいたいそうだね。もつがあの柔らかく美味しくなったら OK なんです。でまたどんどんアク出てきますから定期的にこう取る感じですかね。今ね便利なものが100均で売ってましてね、アク取りシート人気店らしいですよ。これでアクが自動的に取れるという素晴らしい時代でございます。はい、例によってニンニクスライスからいきます。火にかけます。火を入れていきます。パセリのみじん切りとオリーブオイルとレモンオイルとアンチョビのペーストか、これをこう混ぜ合わせたものですね。ドバッと。はい、これでもう火止めちゃいます。まあ、どっちみち後でパスタ混ぜて混ぜ合わせるんで、こうやってソースがパスタに染み込んでいくようにしていきます。はい、もうしばらくお待ちください。例によってパスタの茹で汁作りからいきます。 1.7 ミリですけど、まあ、ブロンズ仕上げっていうね、これザラザラした表面のパスタになります。せーの、頑張れ。このパスタね、ナポリかな、でベスビオ火山、活火山ありまして、の活火山から海に向かってこう風が吹くんだけど、その風で乾かせっていうのが、まあ、ナポリと技ね。だから大体いいメーカーは天然の普通のこう天日で乾かしてパスタを作り、このメーカーもそういうメーカーね、マエストリパスタ、はい、
茹で時間が10分なんで、これ9分で揚げます。で最初ちょっと火をつけて、これだけスープあれば十分だと思います。途中からもう火は消しちゃう。たまに煽る。もう一回1分ぐらい混ぜ合わせる感じなんですよ。なのでそのために茹で時間を1分短めにセットすると、まあ、そういうわけですね。出来上がりの時間が標準茹で時間だと思ってください。よし、 OK です。いつものようにお玉の上でぐる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 巻いていきます。もうちょっと大きめのお玉でもねいいと思うんですけどね。ちょっとちっちゃいんですけど、まあ、これでこうやって蒸して具材を乗せます。いいね。そしてレモン、ね、レモンよく合うんですよ。レモンを振りかけます。うん、いいね。はい、これで完成です。よいしょ。はい、じゃあね、さっき作ったランプレドット風のパスタを食べてみたいと思います。実はねこれ今日初めて作ったんです。しかも思いつきで、ランプレドットっていうイタリア好きな人はたまに知ってるんですけど、フィレンツェのね街中でよく売られてる庶民向けのこの野菜風のハンバーガーです。いただきます。うまい。うん、モツがねもう 4,5 時間煮込んでるからもうくたくたに柔らかいんですよ。これはね、やっぱ赤ワインが合う。フィレンツェのトスカーナ州なんですけど、やっぱ赤ワインがとても美味しい産地なんですよ。キャンティってあるでしょ、あれはあのトスカーナ州のワインの名産地なんですね。ほとんど、まあ、畑、いいワインは日本にも入って、このモツとかね、モツなんてローマ料理とかでもよく使われますし、まあ、フィレンツェでもプリッパって言って、あのもちろん煮込みってあるんですよ。トマト煮込みなんですけど、そういうのでよく使われます。まあ庶民的な食べ物ですね、これは。うまい。うん、これね、正解っすよ。ぜひ作ってみたらいい。もつ肉はあの普通のこれ牛のねもつ肉の塊でね、まあ売ってるわけです、スーパーで。そんないっぱいで4、500円ぐらいかな。それ全部使いましたけど、まあ、これでもう3皿分ぐらいありますね、これで。で、あとポイントはこのパセリのみじん切りとオリーブオイルとレモンオイルとアンチョビですね。これがこう混ざり合って、しかもこうレモンの果汁がかかってて、最後こう爽やかな酸味があるんです。それらがとってもこのこうハーモニーがねいいですね。ぜひ作ってみてもらいたいと思います。では今日はこの辺で、またあの原材料は概要欄に載ってますので、よかったら見てみてくださいね。それと、まあ、よかったなと思ったら高評価と、あとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、チャオチャオ。
ゃん、ドラマ。